おはようございます。おはようございます。前回パスポの休日に密着してほしいということで、はい、密着したんですけれども、はい、今回はその逆で、うん、スタッフの休日に、はい、付き合ってもらおうかなと思ってまして、はい、で、うん、森さんは走るので、うん、はい、走るといえば馬馬以外にもあるでしょ。走るといえば馬なので、今回はスタッフの趣味の一つ競馬に付き合っていただこうと思います。やだ。森さん、はい、着きました。はい、川崎競馬場です。はい、馬名ドナキンバリングローリーアスサーアスサーピアンティーレジャイナルチェキーキースミス。すげえ、何書いてあるか分かんない。森さん、決めたんですよ、どの馬にしようかって。でも名前だけでミューハッピーっていう馬にしようとしたら、まさかのこうパッて、今そこに画面あるんですけど、パッて見たらなんか赤い字で出走取り消しって書いてあって、どういうことかなってよく見たら、ミューハッピーが出走取り消しでえっていう。7番強そう。やっぱダメだよ。見た目が。森さんは何を買ったんでしょうか。何番とか言えばいいの。はい、4と5と7。4と5のと7の3連複。3連複。頑張れ。どこにいんだ。お願いします。ちょっとした飲み代にしてください。ちょっとでも飲み代にしてください。ええ、こんな感じが始まるの。嘘、パーンみたいな感じじゃないの。あ、そうなの。おお、頑張れ。ハグラマックスネーズ、今1着、2着、3着、5、4、7ですね。すごい、頑張れ、お願いだ、頑張れ、いけ、8なんかに負けんな、頑張れ、どこに行く、あ、来た、頑張れ、いけ、頑張れ。八の距離も剣だ、頑張れ。ああ、勝ちに負けた。いや、なかった。八に負けた。お疲れ様でした。どうでしたか、初めての競馬。いや、楽しかったっちゃ楽しかったですよ、結果。いやでもやっぱ負けると悔しいから、もう1回目で負けたんで、もう多分やらないと思います。はい、ちなみに僕はちょっと勝ちました。ふざけんな、ギャラくれよ。マネージャーさんはかなり勝ちました。おい、その分働け。じゃあ次回も違う競馬場で。やだ、もうやりたくない。お会いしましょう。やだ。ありがとうございました。さよなら。